はい、皆さんこんばんは。2020年、今日12月31日、大晦日ですね。昨日あったバルセロナの衝撃的な移籍についてちょっとお話しします。まず、なんと1番小澤明人選手、バルセロナの今年一番多くの試合ゴールを守ってくれた守護神ですが、水戸ホーリーホックへの移籍が決まりました。J2 のチーム移籍ということで、上のチームぜひ J2 でも定位置をつかんで暴れてほしいと思います。で、もう一人の立川小太郎選手なんですけど、こっちは特に衝撃的で、 J1 湘南への移籍が決まりました。これはちょっと驚きましたね。 J1 からオファーがあるってことはすごいことで、小太郎くんは本当最後の数試合で、定位置をつかんだんですけども、大活躍で、J1 から認められたということで、すごい嬉しい限りです。ぜひ J1 でも定位置つかんで大暴れしてください。で、あとチームの司令塔東選手が契約更新してくれました。ありがとうございます。来季もチームを引っ張る、プレーで引っ張るお願いします。と、吉村選手も来季契約更新してくれました。ありがとうございます。吉村選手の右サイドバックなんですけども、爆発的な突破からの正確なクロスが持ち味の攻撃的右サイドバックです。ぜひ来季も右サイドを縦横無尽に駆け上がってほしいと思ってます。よろしくお願いします。あと気になるのが吉田いぶきくんの動向です。どうなるでしょうか。動向が気になります。ぜひ J3 優勝のためにも残ってほしいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。